はい、どうも、料理上手さん、リュウジでーす。はい、ということでですね、今回ね、皆さん、ドンとね、ありますね、これね、赤ワインなんですけども、これね、あとペルーナさんというところから、今回ですね、僕がいつもお酒飲んでるので、まあ別にお酒を飲むチャンネルじゃないんですけど、これ料理チャンネルなんですけども、これをですね、もうベルーナさんから、いただきまして、はい、これですね、11本あるんですけども、まあ一つのね、段ボールで来るんですけども、でそれがですね、この11本で5,980円っていうですね、めちゃめちゃお値打ち価格のワインなんですけども、これね、ぜひ飲んで味をね、ゆいさんに確かめてほしいっていうことを言われましたので、そこはですね、私、まあ、断るわけありませんね、このチャンネルで受けて立つということで。今回はこちらのワインをですね、楽しみながらこのですね、赤ワインたちに合うですね、今回は至高のビーフシチュー、これブルゴーニュ風のビーフシチューでございます。こちらですね、赤ワインをふんだんに使った、濃厚なシチューに赤ワインは絶対に合うだろうと、これはもう間違いないだろうということで、今回はですね、まあちょっとね、時間のかかる煮込み料理なので、ゆっくりですね、ワインを味わいながら楽しく料理をしていきたいと思います。はい、ということでですね、材料紹介いきたいと思います。ちょっとね、僕のチャンネルっぽくないものがいっぱいあるんですけども、いっぱいというか、まあ結構あるんですけども、まずですね、今日ビーフシチューなのでお肉です。で、こちらがですね、牛バラです。牛のバラ肉で、ちょっと今回ブロックがあったのでブロックを買ってきました。お肉は牛バラじゃなくても牛肩ロースとか、すね肉でも大丈夫です。なんですけども、ビーフシチューなんで塊になってる方がいいかなと思います。それからなんかちょっと小分けのブロックになってるとかね。で、お野菜なんですけども、玉ねぎ小さいサイズ2つ使います。 400g ぐらいかな。はい、あとニンニクです。 4×今回使います。あとバターなんですけども、今回はですね 80g 使うんです。はい、これバターがね、味の決め手なので、バターを使ってください。あとブラウンマッシュルーム、まあ大体2パックあれば大丈夫です。はい、これもね、すごく美味しいので、はい、あと赤ワイン、これね、本当に安いやつで、大丈夫です。で、今回飲んでくワインは飲んでもらいたいから、ワインは別のもの、スーパーで売ってるお値打ちのワインです。これ1本使います。で、今回は量が量なんで、だいたい 4,5 人前は余裕で取れる料理になってます。なのでご家庭で作る場合はこれだけ、まあ食べる方もいらっしゃると思いますが、半量とかでもできますから、はい、半量とかでもできますんで、そんな感じで大丈夫でございます。今日はちょっとなんかね、いいブロックがあったんで、だいたい 4,5 人前、この塊で作っていきます。はい、それではですね、まずはですね、まあ楽しく料理をするためにですね、最初にやることがありますんで、で、今回はラギューナ、フランスワインですね、これね。で、僕ね、あんまりみんなに言ってないんですけど、もともとね、ホテルマンなんですよ、僕なので、もうね、何百本もワインを開けてきたんですけど、ちょっと久々にやります。コツなんですけど、刺すところを寝かせて、このね、真ん中からやるって、ホテル時代に先輩に教わったで、こうやって、で、ここぐらいまで来たら一回こう引き出すんですよ。で、そしたらもう一回入れて、で、引くと、おお、これ失敗したらどうしようかと思ってたまにね、コルクがね、途中で割れちゃうんですよ、これね。じゃあ、先輩ありがとう。じゃあ、飲んでいきたいと思います。お、すごいフルーティーね、これが。しっかりしてます、これね、すごく。これね、一番最初に飲むワインとしてはね、すごくいいと思います。これはやる気が出ますね、これね。もうね、勝ちが確定しましたので、早速作っていきたいと思います。じゃあですね、まず玉ねぎを切っていきます。こんな感じ。皮をむいて、まあ、スライスをしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。あ、疲れた。はい、疲れたので、ご褒美をいただきます。あ、早くしましたね。はい、じゃあ次はですね、ニンニクを切っていきます。今日ね、4かけ使いますので、こんな感じで、おけつを落としまして、この状態で潰してあげると皮がね、全部剥きやすくなるんですね。目はね、取り除いてください。これね、炒めるときに苦味になりやすいので、焦げて、はい、こんな感じですね。で、まあそんなに細かくしなくてもいいんですけども、まあ粗みじんぐらいで潰した状態でね、スライスしていただければ結構です。で、こんな感
じですね。はい、マッシュルームを切っていきます。はい、マッシュルームはですねちょっと歯ごたえがあった方がいいので、これ4等分にしてください。これぐらいの大きさの方がいいと思います。この軸の部分なんですけど、食べれるので食べてください。一緒にねソテーするともう全然気になりませんので、汚れがあった時だけ取り除いてくださいね。はい、これでマッシュルームは完成です。本日ね主役ですね、バラ肉でございます。バラ肉はねただただ焼くとめちゃめちゃ硬いんですけど、煮込むとホロホロになるんですよ。なぜかというとゼラチン質と油がいっぱい入ってるからですね。まあ一口大にしていくんですけども、まあ適度な一口大、まあ、こんぐらいですかね。これぐらいだと煮込み時間はだいたい1時間ぐらい、1時間から1時間半ぐらいで柔らかくなると思います。はい、それでもまあ結構大ぶりは大ぶりですよね、これね。はい、できました。買ったプラに、ね、移して、でお肉ね下味つけますね。塩です。お塩じゃあまんべんなく振っていきます。はい、あれ胡椒ですね。はい、胡椒もまんべんなく振ってあげてください。なじませます、揉み込みますね。はい、小麦粉も振っていくんですよ。薄力粉ですね。はい、だいたいね大さじ3ぐらいかな。全体に、肉の全体につけていきます。でこのね買ったねトレーでやるとね洗い物がね減りますのでね、これ一石二鳥ですね。はい、こんな感じでございます。はい、ではですねフライパン持ちましたのでオリーブオイルを引いていきます。大体小さじ1ぐらいかな。はい、そうしましたら先ほどのお肉、はい、焼き目をつけていきますね。はい、こんな感じでね先端に焼き目をつけていきます。うまそうな色だな。おい、そしてこの肉の香りを楽しみながら、このね空にですね、空にね飲んでいきます。これ好きだ、これめっちゃ美味しい、コクがある、これすごく美味しいって言ってる間にですね肉もねいい感じになってきました。このままかぶつきたいぐらい。これ焼き目つけたのでちょっとね移して、牛のね旨味が残ったフライパンがありますね。ここにバターなんですけど、まあ、今回 80g あるうちの4分の1ですね、 20g、 はい、入れます。でここにバター溶かしながらですね玉ねぎを、であとお塩、お塩を入れることによって玉ねぎに浸透圧が加わってね早くこうしなしなになるんです。で塩をなじませたらあんまりひっくり返さない、すぐ飴色になります。あとねごめんなさい、ここにニンニクも入れました。これねしっかり焼いていきます。そしてねニンニクとね玉ねぎがねバターの焼けた香りと相まってすごくねいい香りがしてくるんですよ。この香りを嗅ぎながら飲んでいきます。まだね外明るいんですよ。まだね外明るいんですよ。最高の気分です、最高の気分です。これね結構ね時間がかかるので、休日とかね時間がある時にやっていただくのがすごくいいのかなっていう、まあ、時間がかかるといっても多分計、まあ、2,3 時間あればできるかなっていう。下の方はねこんな感じで焦げてる、この焦げがですね旨味の元になってる。だから焦げたら返してで置いといて、でまた下が焦げてくるんで焦げたらひっくり返してっていうのを繰り返していく。でね、多少こういう風に焦げても全然平気です。でカレーとかもそうなんですけど、一部分だけ焦げても全く苦くないので臆することなく炒めちゃって大丈夫。コンドール&アンディーノ、はい、飲んでいきましょう。あ、ずっしりくる。あ、これはね肉ですね。結構置いてるしね、結構ね炒まってきます。ここまで来たらあんまりやっちゃうと丸焦げになっちゃうので、はい、これぐらいの焦げはね逆にね旨味になるので、これぐらいもう全然平気です。はい、これねもうかなり旨味と香りが備わってます。これでそしたらですねさっき焼いた肉を戻して、でここにですね調味料を入れていくんですよ。まず赤ワインです。今回の量だと丸々1本いきます。でお水です。 100cc ぐらい。ペッパーの粗挽きを結構入れます。これぐらいかな。ですね、コンソメです。ちょっとね加減しますけども、まあ大さじ1
1強ぐらいですかね。はい、ここまで本格的にやってなんでコンソメ入れんだよっていう疑問もあるかもしれないですけど、本当はねフォンドボーを使うんですけど、あのフォンドボーはご家庭にないのでできるだけ家にあるものでやってます。これを入れて煮込んでいきます。はい、あとねお塩も少し入れます。はい、味付けのためにね。はい、このまま蓋をせずワインの酸味を飛ばしていきます。だいたい30分ぐらい。ではですね、後で入れるマッシュルームをソテーしていきたいと思います。バターです。4分の1です。 20g ですね。なんでこのマッシュルームを鍋に入れないかというと、マッシュルームに十分なバターを吸わせたいんですね。バターを吸ったマッシュルームってもう味うまいんですよ。マッシュルームでソテーして、後で煮込みに入れることによってものすごいうまいねマッシュルームが食べれるという。今回ねブラックマッシュを使ってるんですけども、まあブラックマッシュの、ね、香りが強いので僕使ってるんですけども、ホワイトマッシュルームでも全然平気です。はい、このねバターの海にこのマッシュルームダイブするんですね。はい、でここにもね塩を少し、はい、で、ソテーしてますね。はい、バターを吸わせたらもう大丈夫。きのこってすごい油吸うので、これぐらい吸えたらもうこれはもう OK です。はい、はい、ではですね、これこちらがですね蓋をせず中火で20分から25分やったシチューがこれになりますね。これ分かりますか、この結構ねもうとろみがねかなりついてるんですよね。もうこの時点でシチューっぽいんですけども、まあまあほぼ勝ちが確定したんですけども、ちょっとねシチューとしてはまだねなんかまろみがないので、ここで入れるのがお砂糖です。もしあればですね、あの同量の蜂蜜の方がコクが出ますけども、お砂糖を大さじ2杯ですね。小さじなので6杯入れますね。甘みを追加したらこの状態でですね蓋をして、さらにですね、まあ、中火でですね20分から25分ぐらい、はい、煮込んでいきます。今蓋をしてまあ弱中火ぐらいで20分煮込みました。で結構詰まってます。もう今もうビーフシチューで成立するぐらい詰まってるんで、ちょっとですねこれはお使いの鍋でも全然違ってくるんですけど、このままやっちゃうと下が焦げついちゃうかなって思うので、ちょっとこれ詰まりすぎちゃうなと思ったんで水をねちょっとね加えます。 50cc ぐらい。でこれはですね皆さんのさじ加減でちょっとやってください。最終的にとろっとしたビーフシチューみたいな感じになれば OK ですので、絶対に焦げつかないようにしてほしいなと。でここにですね先ほどバターでソテーしたマッシュルーム、こいつを入れていきます。でなんでこの時点で入れるかっていうと、あんまりマッシュルームで煮込んじゃうとちっちゃくなっちゃうんですよね。なのでこの時点で入れます。残りのバターです。残りのバター 40g ですね。これも入れていきます。今ね煮込み時間ね40分から50分ぐらいなんですけど、もうこれだとまだねこの大きさのお肉だと少しね歯ごたえが残ってますんで、この状態であとですね20分、だから合計1時間ですね。やっぱり合計1時間煮ていただきたいです。バターを溶かし込んだらこれでまたを蓋をしてこの状態でまた20分ですね。ということでですね、ラッセです。これはあれですか、チリ産のワインですか。なるほど、僕はねこれすごい好きですね。4、5本飲んだけどこれすごい美味しいなと思いましたね。味がすごいある。いやでもこれもめっちゃ美味しいです。あれから20分煮込んだ、まあ計1時間ですかね煮込んだビーフシチューがマジです。いやいやこれ絶対うまいでしょ。はい、ですね、とろみもねすごくビーフシチューになってます。これ、ね、これぐらいです。かなりとろっとしてます。自分で言うのなんですけど、家で出るレベルではないと思います。肉ゴロゴロですけどね。で、生クリームです。あればでいいです。これでもあった方がそれっぽくなるかな。そう、まあ、パセリ少しですね真ん中に。それではですね、至高のビーフシチューの完成でございます。はい、ということですね、できましたのでいただいていきたいと思います。これに合わせるのはですね、まあ、さっき脂肪飲ませていただいたんですけども、僕が一番うまいと思ったのはね、タラニ。いい仕事だな。すいません、ちょっとねテンション上がっちゃいましたね。本当美味しいよこれ。多分みんな好きじゃないかなっていうふうに思います。合わせていきたいなと思います。このビジュアルやばくない？1時間煮込んだもの
ハイアンドコーですね。マジでうまいっす。とりあえず自分の料理褒めていいですか。ビーフシチューすげえうまいっす。これこんなに美味しいビーフシチュー食べたことないですね。僕が好きなように作ってるんで。そうなんですけど、もうね、マッシュルームたまらない。ビーフもね、すごくうまみが出てます。まあ、今回ね、煮込み時間が1時間なんですけども、あとね、30分ぐらい煮込んでいただくと、もっとね、ほろほろになると。でもこのままでも十分お肉の味がして、すっごく美味しい。ほんとうまい。ね、しかもね、これね、ワインとめちゃめちゃ。逆に聞きたいけど、これワイン以外と何と合わせるのって感じですね。赤ワイン以外と、やっぱりね、赤ワインの香りと一緒に赤ワインをいただくと、やっぱりね、すごく合います。まあ僕はね、贅沢なんですけど、ビーフシチューをワインのおつまみとしてね、食べてますけども、もしディナーとかでいただくんであれば、バターライスを添えていただいたり、パン屋さんで買ってきたパンをカリッと焼いて添えていただいたりしても、ものすごい美味しいんですけども、もしお酒が飲める方だったら、ぜひ試していただきたいですね。ほんとね、これね、本当にうまいんだよね。僕若い時に結構いろんなレストランもあったんですけど、うちが一番うまいかな、この濃厚なソース。これね、ルー使ってないんですよ、これ。皆さん、赤ワインのうまみがぎっさり濃縮されてるんです。ぜひね、ちょっとこう飲み口が芳醇なワインと、こちらの僕の作るビーフシチュー合わせていただいて、食っていただければ、すごく皆さんも満足していただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん、ベルーナさんのワインを飲みながらですね、僕と乾杯しましょう。ということで、本日はありがとうございました。ではですね、今日のお料理、またはですね、まあこの美味しいワインだし、食べてみたいなとか、飲んでみたいなとか、作ってみたいなとか思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、または高評価、またはですね、これね、ベルーナさんのもう概要欄に書いてありますので、ぜひね、ご購入いただいて、ぜひですね、僕と一緒にこのビーフシチューで飲みましょう。絶対幸せ分かち合えるので、よろしくお願いします。では僕は残りのビーフシチューで飲みますので、また